これもいい当たり、レフトの前に落ちました。イチロー今日3安打猛打賞、最終戦でその自分らしさを見せつけています。東京ドーム4安打のイチロー、その松井がいなくなるというのは今も寂しいかもしれませんね。さあこれはいい当たりだ、松井が下がっていく、松井下がっていってどうだ、入りました、ホームラン。松井の頭上を越えるメジャーリーガーのホームラン、打った、いや、これだ、センター、センター、どうだ、反対、うわ、どうだ、取った、反対が取りました。素晴らしいメジャーリーグのプレー。僕がアメリカに行って初めての日米野球で負け越しはシャレにならないと思ってたんで、最後勝ち越してよかったです。久しぶりに早起きしたよ、これが今日の松井の第一声でした。いつもと同じ優しい笑顔、しかし瞳は遠くを見つめ、その大きな背中は寂しげにもピンと伸びているようにも見えました。日米野球の最終戦、3勝3敗で迎えたメジャーリーグオールスター対日本、松井秀喜日本最後の試合です。その第一打席はサードへのファールフライ。まだこの日米野球でホームランがありません松井。第2打席はセンター前ヒット、2打数1安打という現在の状況です。ゲームは2対1、メジャーリーグオールスターが1点リードして、4回の裏はこの人からです。まず石井さん、はい、松井がいよいよ今日のゲームを迎えましたね。そうですね、もう最後の、ユニフォーム姿ですからね。はい、ボンズの打球はファーストゴロです。松井自身がこれだけたくさんのファンが集まってくれている中で、日本の最後の試合で1本ホームランを打ちたいという気持ちが一番強いでしょうけどね、ただ今日見てますと、第1打席も凡打には終わりましたけど、はい、初球のストレートを打ちにいってるんですね、はい、そういう意味ではいい形で集中してバッターボックスに入っているのは事実だと思いますよ。そうですか、はい、ですから私は期待していいと思いますね、この最終戦マウンド上、先発のマウンドはジャイアンツの上原浩二。ボンズには第一戦で空振り三振3つでした。ジャンビの当たりはライトへ、どうだ、ファールボールです。メジャーとしての、意地とプライドですね、それがその後3連勝して今日のですね決戦に臨んでるわけですね、ヤンキースの主将ジャンビーが4回の裏ワンアウトでバッターボックスです。この日米野球ホームラン1本、マウンド上上原、これは詰まってサード中村が追いかけていきます。どうだ、取りました。日米野球の最終戦、松井秀喜の日本最後のゲームです。センターの守備についている松井、ゲームは4回の裏2対1、メジャーが1点リード。マウンド上には上原です。バッターボックスには今シーズン新人王を獲得しましたヒンスキー。牛込さん、松井はどうなんでしょう、はい、これはもちろん来シーズン新人王という権利はありますね。もちろんですね、それこそイチローにしろ佐々木投手にしろね、ちゃんともらってますんでね、はいはい、これはバットが回りまして三振です、はい、今日4つ目の三振、上原浩二。1993年5月2日ヤクルト高津からプロ第1号を放ったここ東京ドーム、10年間積み上げたホームランは332本、日本のファンの夢を乗せてアーチを描き続けてきた松井です。その松井、日本最後の試合、日米野球の最終戦、日本3勝その後メジャー3勝迎えた第7戦最終戦です。石井さん、はい、日本そして松井がこのコロンを打てるかどうかですが、そうですね、チェンジアップがねすごいいいんですよね、やっぱりチェンジアップ、はい、
右バッターよりも左バッターの方がちょっと苦労すると思うんですけども、はい、右バッターの方がいや左バッターの方が苦労すると思いますね。そうですか、チェンジアップは、ということは松井の方が苦労するということですか。そうですね、でも、2打席3打席目でどんどんまたね2打席目ヒット打ちましたし、池谷さんはいかがですか。はい、非常にそのストレートそれからチェンジアップの使い方がうまいピッチャーですね、フォーム的に言えば私はもっと力でグイグイ押してくるタイプのピッチャーかと思いましたけど、はい、非常にあの腕がバッターに対して、向かっていくというんでしょうか、バッターに対して触れていますからボールの持ちがいいピッチャーなんですね。あー、ボールの持ち。ですから、はい、球速以上にボールが重たく感じると思いますしバッターが食い込まれるケースが増えてくると思いますね。牛込さんはこの、はい、150キロを出すというふうに言われていましたが、はい、今日のピッチングいかがですか。いや160キロですよ。あ、160キロ、1枚行くときはね100マイル行くわけですからね。あ、そうですか。今日はあの立ち上がりコントロールがね、高め行っててちょっと危ないかなと思ったんですがね、はい、この人はコントロールがちょっと崩れるとフォアボールが多くなると崩れるんですね、そういうタイプですから。でもやはりエースですからね、はい、今回のメジャーのねピッチャーの中では。そうですね、今日は日本このコロンに対してここまで5本のヒット、2回の表に1点を取りました。バッターボックスには日本のトップバッター西武ライオンズの松井和夫、昨日は右打席左打席でホームラン。海老原さん、はい、あのヤンキースの主砲のジアンビーがですね、ええ、日本の選手で一番この気にしているのは松井和夫だと。そうですか。でその活躍があったからかなと思ったんですけれども、ジアンビー選手はですねブルースリーの大ファンで、あ、この松井和夫選手が打席に入るときにブルースリーのテーマ曲ですよね、流れますね、彼はきっと何かやる選手だそう話してますよその音楽で、はあ、内山さん、そういった音楽というのはメジャーリーガーのことは、あります、はい、あ、そうですか、はい、以前ですね横浜にあってミアンという選手でしたよね、あれはフェリックスちゃんというね音楽なんです。フェリックスちゃんオリコーネコちゃんってあるでしょ、はい、あれが出るとファンがニューヨークでうわーっなったんですね。あ、なるほどね、はい、そういったあたりをジャンビーは感じているのかもしれません。ゲームは2対1、メジャーリーグオールスターが1点リードして追いかける日本、5回の表2番の清水孝之です。2アウト。この後は3番の中村、そして4番の松井秀喜の第3打席を迎えます。今日ヒット1本。海老原さん、はい、あのスタンドには松井の高校時代の恩師、星稜高校の山下智重監督がいます、はい、あのこの後1時15分にあの東京ドームを後にするということで、あともう1打席なんとかしてみたいという話をしていたんですが、はい、そのあたり次どうでしょうか、回ってくるか松井、この後5回の裏です。まあ、相当やっぱりねあのみんなが期待してますんでホームランを、ちょっと力んでるかなって感じはしますけれども。あ、そうですか。ただそのプレッシャーということに関してはこれからもっともっと松井選手は受けることになりますよね。そうですね、行くチームによってはものすごいプレッシャーあると思いますけどね、はい、あの僕が何試合か打たせてもらいましたけど、やっぱ本当違うんですよね、またアメリカでまた某ニューヨークのチームだと、そのまた上を行きますから。あ、そうでしょうかね、もっと大変だと思いますけどね、その違いというのは何が一番その違ったんでしょうか。やっぱその一試合一試合にあの結果を求められるっていうのがやっぱパリーグではなかったですし、やっぱ一試合打てなかったらやっぱりマスコミにすごい叩かれる、はい、まあ、そういう経験が僕もなかったもんですから、相当やっぱ強い精神力を持っていかないとあのマスコミに潰される可能性ありますからね、あ、そしてニューヨークのチームのゼネラルマネージャーキャッシュマンさんが来てます ね、やはりそういったプレッシャーは当然あるでしょうね。もうニューヨークはもちろんですね、はい、様々な方々が見つめる中での日本の最後のゲームになりました松井秀喜です。果たして今日この日米野球日本最後のゲームでホームランは飛び出すんでしょうか。2対1とリードしています。池谷さん、この上原は今日はいかがでしょうか。はい、あの初戦で6回ですか、フォークボール主体で8三振を奪いましたよね、ですから今日のピッチング見てますとフォークボールは自分自身でもう通用することが分かってますから。あ、そうですか、はい、意外とストレートで押してますね、キャッチャーがあの
阿部から谷繁に変わったということもあるかもしれませんが、はい、今日はストレートが多いと思いますね。あ、そうですか。このボンズからも第1打席空振りの三振ですから、第1戦と合わせてボンズから4つの空振りの三振を取ってるんですね、はい、そうですね。ボンズにはまあ今回今日もフォークボールで勝負に来ましたけどね、今日のボンズは2打数ノーヒット、ここまで来日して5本のホームラン。この打球はサード中村ちょっとボールをこぼしました。一塁へ投げまして間に合いました。はい、もう5回まで来ましたね。そうですね、はい、まああの回数を区切って監督が決めているのか、それからそれこそあの勝ちに行くこだわりがあって続投させているのか分かりませんけど、はい、今日の内容も決して悪くはないですよね。そうですか、はい、そしてまあ後ろに松井が守っていて、なんとかいい形で送り出してあげたいと話していた上原、そういった気持ちもあるでしょうね。確かにありますよね、ですからあのセンターを松井が守っているわけですから、はい、自分の後ろを守っている松井、その前で投げるということは最後になりますから、1、2塁間 X サインの打球抜けていきました。これが X サインの特徴なんですよね。そうですか、はい、右へ打てるのはね、本当にこの人はしぶといバッターでしょうね、はいはい、そしてメジャーリーグは打順が1番に帰って鈴木一郎です。牛込さん、この一郎が、はい、まあ、この日米野球序盤はやや苦しんでいるかなと思いましたが、はい、徐々に調子を上げてきました ね。 そうですね、あの記者会見の席でもねおっしゃってましたけども、もう1ヶ月以上もね、プレーから離れているから、はい、と言ってましたが、やっと自分のバッティングに戻りましたね、今日も第1打席センターへのツーベース、そしてその後にはバントで内安打をものにしました。そして石井さん、この一郎が打席に入るとものすごいフラッシュの嵐ですね。すごいですね、やっぱあのアメリカで去年いきなりって1ヶ月ぐらいは知らないピッチャーばっかだと思うんですけどね、対戦が、それでもやっぱりあの首位打者というか本当すごいですよね、すごい一言ですよね、まあ、もしそのアメリカンリーグ、まあ、松井が行くようなことがあれば、この一郎に対していろんなアドバイスを受けた方がどうでしょう、いいんでしょうかね。松井がですか、まあ、それ当然やっぱりいろいろ一郎君も苦労したでしょうから、最初のうちはいろいろ聞いた方がいいと思いますけどね。これもいい当たり、レフトの前に落ちました。一郎今日3安打猛打賞、最終戦でその自分らしさを見せつけています。東京ドームバッターは2番のアロマーです。石井さん、このメジャーリーグが先制点を取った時にイチローが出てこのアロマーが送ってきました。そうですよね、あの、まあ、僕も3回ほど日米野球出させてもらったんですけども、はい、親善野球みたいな雰囲気があったんですけども、そうですか、もう初回にツーベースでその後すぐバントっていうのを僕は初めて見ましたね、そしてきっちり3番のウィリアムズが打って返すと、はい、やっぱ今日は絶対勝つぞっていうような執念が見えますよね。石井さんが体験した日米野球とはちょっと違うという感じですか。違いますね、やっぱり今までちょっと観光がてらっていうような、あのメジャーの選手も、でも絶対今日は負けられないっていうところが、まあ、ノーアウト 1,2 塁で3回もイチローがまたバント、まあ、ヒットにやりましたけども、はい、まさかイチローにバントっていうのもね。そうでしたね、相当今日はあのもう執念出してますよね。さあ果たしてこの場面ではどうでしょうか。ご覧のように10回のゴールドグラブ賞、もうメジャーリーグ、まあ、ツイーツのセカンドというふうに言ってもいいでしょうかね。もうその通りですね、さあこの打球は引っ掛けてセカンドゴロ、メジャーリーグオールスター追加点は5回の裏なりません。さあこの後松井秀喜に打席が回ります。結構期するものができたんじゃないかと思いますね。そうですか、はい、あのカブレラもですね、松井はこの日米野球でアメリカの野球をだいぶ分かったんじゃないかと、はい、そんな話をしていましたんで、あのそういう意味での勉強といいましょうかねにはなったと思いますし、まあ、心の準備にすることに対してもなんかもう一度こう引き締まった思いになるんじゃないかと思いますね。あ、そうですか。ですから松井の気持ちの中ではいい意味での印象はそういう意味での印象は残ってると思いますね。あ、まあ、結果は出せませんでしたけどね、果たして今日
まあ、ヒット1本放っていますが、第3打席でファンの見つめる前でアーチを描くことはできるんでしょうか。まあ、こうなるだろうなとは思ってましたけども、同じまさに中村さんとプレーをされて、ね、まあ、19、20歳から見てますけれども、やっぱり今回はあれですよね、中村選手と松井選手にはものすごいやっぱり攻めが厳しいですよね。厳しいですか、はい、最新の注意を払ってもう変化球で入ってっていう。さあ松井です。この東京ドームで大声援に送られて打席に立つのも残り少なくなってきました松井秀喜です。秋の東京フラッシュの嵐、まずは初球を見ました。まだホームランはありません松井秀喜。ノースリーから1球見ました。まあ、ノースリーからやっぱチェンジアップですからね、相手ピッチャーも相当やっぱ意識してますよね。あっとフォアボールです。東京ドームがため息に包まれました。松井の第3打席はフォアボールです。踏み込みができてますよね。だからあのインコースのボール球はもう手を出さないですし、選球眼も良くなりますし率高くなりますよね。まあ、毎年毎年そのバットを変えたりフォームを変えたりしてましたからね。そうですね。バッターボックスには5番のカブレラです。であの Be yourself という言葉を使っていましたが、はい、そうですね、その通りだと思いますよ。そうですか。自分のスタイルでやればですね、必ず結果はついてきますよ。これだけの選手なんですからね。やはり究極はメジャーでやりたいという気持ちが大きいと思いますよ。センターへスパイドアートボールをこぼしました。記録はエラーです。はい、いやメジャーまた挑戦するでしょう彼はね。あ、そうですか。クリーンアップの3人に対してインコースが1球もありませんでしたね。あ、そうでしたか。はい、キャッチャーの顔も全部アウトコースでしたね。はい、まあ、3人がそのホームランがあるということで点差が1点ですからね。非常に神経を使っているピッチングしたところで今エラーが絡みましたんで、はい、ちょっと時間を取ったということでしょうね。あ、なるほどね。果たしてこの6番の小笠原がランナーを返せるか。その松井が二塁ランナー、高く上がってセカンドほとんど動きませんスパイビー。この辺も見事ですよね。ええ、センター中心に打ち返されてましたから今度はインコース勝負に行ってますね。あ、なるほど。ですから今日はあの日本のヒットを見てますと、ええ、5本のうち引っ張ったヒットは清水のようヒット1本だけじゃないでしょうか。あ、そうですかね。はい、あとはセンターから反対方向へ飛んだヒットですから、はい、結局コロンに対して強引に引っ張りに行くとどうしても差し込まれますからね。このコロンが前回の登板で若干打たれて、はい、やはり研究して今日のゲームに臨んでいるような、そうですね、そんな感じがしますね。やはりあのピッチングの一球一球にも勝ちにこだわっているのが見えてますね。福留の打球初球はスタンドに入ります。ファウルボール。この福留も首位打者に輝いて、藤井さん、その松井にアピールできたことが一番嬉しかったですと話をしていました。そうでしょうね。まあ、あの松井の三冠を阻止したんでね。はい、最後の松井最後の日本のゲームでこの福留が二塁ランナー松井秀喜を返せるか。返ってくれば同点です。石上さん、この人は今シーズン20勝、はい、まあ、両リーグアメリカンリーグナショナルリーグで10勝を挙げているピッチャーなんですよね。はい、だそれは1957年以来の、ね、はい、記録なんですね。57年ぶりの、はい、このボールもスタンドに入ります。はい、ショーストップとサワンのピッチャーですね。ですからこのエクスポーズに移って、まあ、今年の快進撃がありましたから。ああ、そうですね。それに大きな貢献をしましたね。はい、
逆にインディアンスは低迷しましたけどね。あ、そうですかね、はい、さあそのコロに対して福留2エンド2、これもファールです。インコースに構えた左ピッチャーに対してもう右バッターを出すというのはもう今ちょっと通用しなくなってきましたね。福留はここは空振りの三振。そうですね、まあ、あと1打席か。そうですね、なんとか最後最後いいところ見せてもらいたいですね。そうですね、あのやっぱり体も本当強いですし、もう技術的にはもう今もう完全完璧ですよね。完璧、はい、あのポイントの近さ、近いけれどもすごい回転で回れるっていうのが、だからもう率も当然高いですよね、うん、もうポイント近い分だけ、まあ、首位打者取りましたからね、はい、軸が絶対ぶれないですからね。変化球でも打たされるってことはないですからね。ちゃんと自分のスイングできますから、そのボールを呼び込んでもう鋭く振っていくという、はい、そのボンズの打席です。果たして6本目生まれるかどうか。 A、 いや、あのインコースの厳しいボールをホームラン打つっていうのはすごいんですよ。あのホームラン競争でもものすごい当たりを連発してましたからね。まあ、使ってるボールがやっぱりちょっと飛ばないボールなんで、はい、それを簡単に看板まで持っていくっていうのはやっぱりもう考えられないですよね。考えられないですか、はい、この打球はセンター松井、松井が前進してきてその前に落ちました。ボンズの打球がセンター松井の前。そして石井さん、このボンズが4人のトレーナーがいるということで、はい、陸上競技専門の、まあ、トラック専門の1人、そしてカイロプラクティックの1人、そして普通のトレーナー2人と、まあ、ですからパワーだけじゃなくてその体のケアもしっかりしてるんですね。もうプロ意識すごいですよね、そしてそのボンズが今大歓声に送られてベンチに下がっていきました。ですから最後のこの打席でヒットを放ったということになりましたね、牛込さん。そうですね、まあこの人はね、ウェイトトレーニングが趣味なんですよ。あ、そうですか。ですからそれでパワーをどん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 つけてきましたね。あ、そうですか。そして日本のマウンドは上原から中日ドラゴンズのエース川上に変わっています。6回の裏のマウンド、上原と同期生の川上がマウンドです。2対1、メジャー1点リードで6回の裏。引っ張ってライト線、ファールボールです。ボンズに変えてピンチランナーはエリック・チャベスです。あー、バーニー・ウィリアムズとボンズが並んでベンチに腰をかけています。ちょっと詰まったが1、2塁間抜けていきました。チャベスは2塁を蹴って3塁に向かう。ボールが返ってきますが3塁到達、ワンアウト1塁3塁です。ジアンビーもここで交代ということになりました。軽く右手を上げました。石井さん、やはりこのピンストライプのユニフォームかっこいいですね。いいですよねシンプルですごいかっこいいですよ ね、 そうですね、はい、これはもうみんなが憧れるんです、もうメジャーの頂点ですからねこのチームは、そうですね、ワールドシリーズ26回名門中の名門ですからね、はい、ヒンスキー初球打ち、センターの松井前進してきて取りました。ランナータッチアップがホームに向かってくる。松井和夫と、あっとボールは返ってきません。浅い打球だと思ったんですが、牛込さん、ホームつきましたよ。この状況判断のうまさですよ、このチャベスの、はい、池谷さん、今私はまさか三塁ランナー帰ってくるとは思わなかったんですけれども、いや、この辺りが来ますか。松井もちょっとアウトカウントを勘違いしたんじゃないでしょうかね。なるほど、取って一瞬見た雰囲気がありましたから、はい、何かその辺りは、まあ、いろんな思いがこの中を巡っていて、はい、ですから取ってすぐの返球じゃなかったですからね。そうでしたね、はい、バッターボックスにはジョーンズ。ツーアウト一塁、3対1になりました。
石井さん、この後踏ん張りたいところですね。そうですね、なんとか、まあ、2点だとねまだ分かんないんで。そうですね、3勝3敗で迎えた今日のゲームです。川上、谷繁、ここは空振りの三振でジョーンズを仕留めました。しかしこの回メジャーリーグオールスター1点追加、3対1になっています。その雄姿をこの日本で見ることができるのも残り少なくなってきました。そして牛込さん、はい、メジャーはこの回から大岡がマウンドに上がりましたね。あ、そうですね、まあ、このシリーズ2度目なんですがね、前回は6点取られたんですけどね、まあ、この今回はですね、その雪辱を果たすでしょう。この選手はなかなかね、ハングリー精神も強いしね、それから負けず嫌いですから、いいピッチングをやってもらいたいですね。あ、そうですか、バッターボックスにはこの回先頭バッターの今岡、牛込さん、そしてこの大岡がですね、はい、松井選手の最後のゲームになりますがという話を聞きますと、はい、いや、もう私はもう全くその、まあ、面識というか一緒にやったこともありませんし、そうですね、僕はメジャーで育った選手ですからと、はい、僕のところに来るようなそんな話ぶりだったんですけれどもね。まあ、それこそね、メジャーのボストンの傘下の 2A のトレントン、はい、このエクスタインがいるところからねスタートしたんですが、はい、あ、よくここまで上り詰めましたよね。で、昨年私が最後に会ったのがですね、7月の30日に彼がルイスビルでね、はい、メジャーから落ちてきたんですが、でたまたま挨拶に来たんですがね、落ちされました。まあ、でもまたチャンスがあるよとした翌日ですよ、エクスポスにトレードされたの。そしたらまた来てエクスポに行くことになりました。あ、よかったねっておめでとうと、チャンスがあるよ。それからですよ、良くなってきたのは。そうですか、で、そのなぜ良くなったか、彼はまっすぐはですね、やっぱり140キロの後半行くんですが、メジャー行ってチェンジアップとですね、ツースイーマー、これを覚えたんですね。これがですね、それとコントロールの良さですよね。まっすぐで勝負してたらダメですよ、ですからカーブの良さ、ツースイーマー、それからチェンジアップ、これを織り交ぜてね、コントロールよくいけば、あ、いい結果出ますよ今日も。そうですか、ですから今季は13勝してるんですからね。その大岡から今岡、先頭バッターが出ました。日本ここでピンチヒッターはヤクルトスワローズの岩村です。この後打順が1番に帰ります日本です。まあ、ですから石井さん、くしくもこの大岡対この日本、この回がポイントになってきそうな感じがしますが。そうですね、なんか複雑ですよ ね、そうですね。大岡選手も頑張ってほしいですし、日本も逆転してほしいですし、はい、まあ、なんとも複雑な心境ですよね。そうですか、はい、この岩村も松井に対しては助っ人外国人としてぜひ頑張ってくださいと、そんなコメントを残しています。池谷さんはこのマウンド上の大岡に関してはどう、この、まあ、凱旋と言っていいでしょうかね、はい、ご覧になってますか。この場で投げるのは大岡にとって非常に嬉しいと思いますね。マイナーリーグから這い上がってきてメジャーで今季2桁勝ったわけですよね、はい、確かにフォーム見てますと威圧感もないですし、コントロールで持ってるピッチャーだなという感じはありますよね。あ、そうですか。ただそのファームから這い上がってきたというその精神力の強さがマウンド上で出るんじゃないでしょうかね。そうですか、そのあたり、まあ、技術もそうですけれども、何かその海の向こうで心が何か成長してきて帰ってきたのかなという感じでしょうか。はい、まあ、確かにファームの教育リーグであたりで行きますとね、友達になりましても次の日いなくなるんですね。そうですか。どうしたのかというと、もうその時点で解雇されたと、そういうものを現実で見てるでしょうからね、非常にそういう中で這い上がってきたというものは評価していいと思いますね。宮村、空振りの三振で打順が1番に帰りました日本。7回の表バッターボックスにはそのブルース・リーのテーマソングに送られて松井稼頭央、昨日2本のホームラン。
いい当たり、センターの前、つながってきました日本。ワンアウト二塁一塁、松井に打席が回るか。まずは清水です。2番、メジャーでの活躍をテレビで見ていますと話していた清水です。バットが折れました。セカンドの後方、スパイクが追って、どうだ、越えていきました、満塁。バットを折りながらもジャイアンツの清水がつなぎました。さあ松井が腰を上げた。3連勝のあと3連敗、果たして今日はどうか、どんな形で松井につなげるか。マウンド上、大岡、ファールボールです。ここは空振り。そしてこのメジャーの雰囲気を感じられるこの東京ドーム、池谷さん、はい、この一球一球を、まあ、慎重にというかじっくり見つめているファン、これもなかなか体験することができないんですけれども、本当ですね、このいい場面ということで、一瞬静まり返りますね。そうですね。スウェンド2から6球目打って詰まったが左中間、どうだ、ハンターが追う、ハンターが追って取りました。三塁ランナータッチアップ、1点返しました。3対2、ちょっと苦笑いの中村。さあ1点差、ワンアウトからツーアウト、松井です。果たして日本のファンが見つめる前でアーチを描くことはできるんでしょうか。対するのはサウスポーのロメーロ。牛込さん、このピッチャー、はい、松井が打つには、ホームランを打つにはどういったことを考えていくでしょうか。まあ、このピッチャーはね、スピードもあるし、変化球、それで低めにですね、ボールを集めるんですね。ただし暴投が多いんですよ、低めに行くだけに、はい、ですからそこですね。ものすごいフラッシュ、初球見ました。栄光の巨人軍のユニフォームに別れを告げるのも、その時間が刻々と近づいてきています。空振り、思い切り振っていきました。今までファンの思いを乗せて332本のアーチを描いた松井、今日は自分の思い、自分の夢を乗せたい。あーっと、フォアボール。表情を変えません。松井が一塁に歩きました。石井さん、何かこの緊張感というのは、まあ、シーズンと変わらない、まあ、むしろワールドシリーズのような。そうですね、大げさかもしれませんが、今までの僕の経験した日米野球とは雰囲気が全然違いますね。そうですね、ワンボールからセカンド、スパイビー取って一塁に送ってスリーアウト、同点に追いつくことはできませんでした日本。ああいう形になりましたらどうしても打って返したいという気持ちが強くなるでしょうけどね、はい、その中でも冷静にボールを見極められたというのは、やはりバッターボックスの集中の仕方がうまいということでしょうしね、それだけの技術を持っているということでしょうから、あのフォアボール一つにしても、その大リーグメジャーの投手というんでしょうか、見たものが、その松井の実力が分かったんじゃないでしょうかね。そうでしょうかね。さあこの打球はセンター松井が前進してきて取りました。帽子を振り落として、この打球を抑えたセンターの松井秀樹。牛込さん、このまあ一郎はメジャーに行って成功を収めて、はい、松井は、まあ、タイプは全く違うと思うんですが、違いますね、でも彼も努力してですね、成功を収めると思いますよ。あ、そうでしょうか、はい、その松井の前で4安打のイチロー。ツーアウトからランナー出ました。メジャーリーグオールスター7回の裏、石井さん、どうでしょう、ここはイチローの足というのは。ツーアウトですが、
そうですね、まあ、キャッチャーが清水、ロッテの清水なんで変わりましたね。ちょっと勝負してほしいですよね、まあ、僕もロッテで一緒にやってましたから。なるほど、はい。まあ、もう強肩ではもう鳴らしてる清水ですね、もう素晴らしい肩持ってますから、スタートは切りません。エンドワン、2年ぶりに日本に戻ってきたイチローが一塁ランナー、バッターボックススパイビー、ボールカウントワンエンドワン、ランナースタート、イチローボール送球してどうだーと、ボールがセンターに松井の方向に転がっていきました。イチローはゆっくりと三塁へ。これはもうレギュラーシーズンと一緒ですよ、イチロー。ああ、そうでしょうか。それで守る方が焦ってですね、ああいう対戦になったらもうすぐ三塁。C さんも、キャッチャー清水も走ってくると分かっていたとは思うんですけれども、やっぱりちょっと焦りますよね。あ、そうですか。もうすごいやっぱプレッシャーだと思いますよ。ただこのそのプレッシャーの中でもこうやって結果を出していくイチローですから、そのプレッシャーの中で松井もということになってくるんでしょうか。そうですね、まあ、イチロー君ももうね、僕オリックス時代からずっとやってますから、はいはい、もう本当にもうヒット1本打ったらもうその日は3安打を覚悟しなきゃいけないのかそうですか、はい、その頃と比べてやはり大きく見えますか、イチローは。そうですね、やっぱり体の線も細かったですし、昔は、もう今はもう本当ね、本当メジャーリーガーになりましたよね。どんな体験だったわけですね。そうですよね、厳しいボールですがフォアボール。前進してくれ、前進してきて落下点取りました。ランナーを出しましたが日本メジャーリーガーを0点に抑えています。この後8回です。この回は6番の日本ハム小笠原からです。今日2安打。まあ日本もそうですが、石井さん、メジャーも選手たちもかなり気合が入っているようですね。そうですね、まあ、12年前にまあ僕が日米野球出た時に、はい、勝ち越したんですけども、そうですね、はい、もうその次の回からはもう本当ちょっと目より変わってきましたからね。あ、そうですか、はい、怖いぐらいに。その90年以来の日本は勝ち越しを目指しています。イチロー今日は4安打、あっとフォアボール、フォアボールです。先頭バッター小笠原が出ました。単純に考えますと、まあ、もう一人が出れば、まあ、松井にも回ってくるということになりますね、石井さん、はい。まあ、恥ずかしいんですが嬉しかったですとこの谷は話していました。バントしてきました、ピッチャー前。ロメーロは一塁に送ります。代打の谷が送りバントです。非常にね、闘志が前面に溢れると言いましょうか、ピッチャーなんですけど、投球内容を見てますと非常に今度はボールには神経使ってるんですね。決して変化球は高めに行きませんし、そしてもうこのポーズが日本に浸透しています。おっと、牽制も牛込さん、ダイナミックですね。いや、ありますね、まあ、かつてミルウォーキーブルワーズ時代にね、西武を3年間やりましたよ。あ、そうですか。だから西武90いくつで、これはミルウォーキーの記録ですけどね。なおかわしショートゴロ、二塁ランナーだった、まあ、小笠原に代えて石井拓郎三塁に進みました。もちろん4番松井ですから、もう一人つないでいけば石井さん、そうですね、ですね、なんとかいい形でと、まあ、一丸になっている日本チーム。ラストバッターの清水が一本出れば同点です。詰まった、内野フライ、 B が抑えました。3アウト。日本9回は1番からの攻撃です。この後8回の裏です。原監督はジャイアンツという家から武者修行に行くという認識です。
彼は必ず帰ってくると思うし、必ず大きくなって日本球界に戻ってくる選手、それまで私がしっかりとジャイアンツを守っていきたい、そう話していました。松井秀喜は皆さんに頑張ってこいと背中を押される状況でいきたいですと話していました。果たしてこの後9回に打席が回ってくるんでしょうか。その前8回の裏、マウンド上には阪神タイガースのエース、サウスポーの井川が上がりました。池谷さん、この井川が松井に対しての話を聞いたときにですね、はい、プロに入って初めて対戦したときにフォアボールだったというんで、その時にブーイングが、起こって、はい、僕が勝負に行ってるんだけれども、ただそれが非常に悔しかったという思い出があったそうですね。そういう思いの中でね、今もここまで成長してきたわけですから、はい、その松井がいなくなるというのは井川も寂しいかもしれませんね。さあこれはいい当たりだ、松井が下がっていく、松井下がっていってどうだ、入りました、ホームラン、松井の頭上を超えるメジャーリーガーのホームラン。松井が中学生の頃憧れていたアスレチックス、そのユニフォームに身を包んだチャベスがホームラン。今ホームイン、貴重な追加点、4対2になりました。さあリーはその打球、これはフェンスの前、足が止まりました。なるほど、そういったバッティングを来シーズンからは松井がしていかなければいけないわけですね。そうですね、あまりボールの重さをあまり意識するとバッティングおかしくなるんで、そのままやってほしいですよね。松井がどのくらいの、ルーキーとして活躍ができるかどうか。ですから4番バッターに対してどうしても力で勝負に行きたくなるのは事実ですよね。そうですか、はい、見送り三振、素晴らしいボール、アウトコース142キロ、見送り三振、鮮やかなピッチング、センター松井が見守る前で見せました井川。さあ9回、1番からの日本の攻撃、4番の松井に回るんでしょうか。マウンド上にはドジャースのガニエが上がりました。連投になります。さあ日本は1番の松井稼頭央から4番の松井秀喜に回せるか。ワンエンドワン、ヘルメットをかぶりました。もう一度その打席を信じてヘルメットをかぶった松井、空振り、さあどうだ、センターに抜けるか、セカンド取った、投げられません、松井稼頭央が出ました。ノーアウトランナー一塁、今日2安打、ノーアウト一塁です。ボールがもうキレが素晴らしいんですよ。さあ清水はセカンドゴロだ、一塁に送ります。ダブルプレーではありません。石井さん、ほっとしましたけれども ね、 そうですね、これでまあ回りますからね。ワンアウト二塁、ファンには感謝しています。その感謝の思いを込めて最後の打席でホームランを打つことができるか。バッターは中村、4対2、その差2点。皆さん、はい、ボンズがですね、この松井について話してます。今回そのホームランを期待されるプレッシャーが大きくて大変だと、ただこのプレッシャーを乗り越えるとまた彼は一つ大きくなる、メジャーに行ったらファンからのプレッシャーは今回ほどは大きくはなくなるだろう、ただメジャーリーガーとしてその一流選手たちからのプレッシャーと戦っていかなければなくなる、ただ彼はそれができる男だとボンズは話してます。あ、そうですか。打った、いや、これだ、センター、センター、どうだ、反対、うわ、どうだ、取った、反対が取りました。素晴らしいメジャーリーグのプレー、トリーハンター、あのオールスターのボンズ
メジャーリーグの素晴らしいプレーの後に、さあ松井秀喜最後の打席に向かいます。ジャイアンツに入って開幕を2軍でスタートさせた1年目、その後自分の力で1軍の切符を手にし、見事にプロ第1号をここ東京ドームで放ちました。積み上げたホームラン332本、ただこの日米野球でホームランはありません。ものすごいフラッシュ、そしてものすごい松井コールです。東京ドームは割れんばかりの大歓声、ファンの思い、そして自分の夢、その思いを乗せたい。空振り。日本でこの雄姿を目に焼き付ける最後の瞬間が訪れました。果たして、詰まったか、セカンドゴロ。松井最後の打席はセカンドゴロでした。試合終了。ホームランはライトスタンドに届きませんでしたが、この松井秀喜の思いは間違いなく日本のファンに届いているでしょう。日本最後の松井秀喜の試合が終わりました。その打席が今終わりました。10年間身にまとってきた栄光の巨人軍のユニフォームをこれで脱ぐことになります。選手と握手を交わしました。戦いの場を、人生における挑戦の場を海の向こうに移して歩み始める松井秀喜です。試合は4対2、最後はメジャーリーガーの底力、3連敗からの4連勝、逆転で勝ち越しを決めました。最後の最後、メジャーの底力を感じました。いや、3連敗して、僕がアメリカに行って初めての日米野球で負け越しはシャレにならないと思ってたんで、最後勝ち越してよかったです。しばらく試合から離れていて、この日米野球序盤戦調子がもう一つかなと思いましたが、後半戦はイチローさんらしいヒットが続きましたね。もう一つどころか、もう3つも4つもね、足りなかったんですけど、ようやくそのゲームに慣れてきて、準備ができてきたんですもん。その時にもう日本をまた離れなきゃいけないんで、少しこう残念な気がしますけども。でも今日の4本のヒットはイチロー健在なりを日本のファンに見せたと思いますよ。いや、いつも健在ですから勘弁してくださいよ。ではまた来年も首位打者争いに加わって首位打者取れるように頑張ってください。ぜひ皆さんもアメリカ方に、シアトルの方に来てもらって、随分とまた違う雰囲気の野球が見れると思うので、ぜひまたシアトルにも皆さん来てください。ありがとうございました。どうもおめでとうございました。続いて2002年オールスターシリーズ本シリーズの MVP 敢闘賞選手を発表します。シリーズ MVP は MLB オールスターズハンター選手です。 The Series MVP Corey Hunter of the Minnesota Twins for the Major League Baseball. 最後にも素晴らしいプレーでファンを魅了しましたトリー・ハンター。右手を上げました。東京ドームを一周見渡しています。よく右手を振りました松井秀喜。寂しげに見えるのか、はたまた大きく見えるのか、ファンはこの松井秀喜の姿を目に焼き付けています。そして松井本人も10年間の思いを込めて
東京ドームのファン、全国のファンに感謝の気持ちを伝えています。お願いします。染み込むような歓声でしたね。そうですね、嬉しいです。これまで何遍も受けてきた歓声ですが、やっぱり今日は違いますか、聞こえ方が。まあ最後ですからね、やっぱりちょっと多少はやっぱ違いますね。はい、試合が終わって表彰式の間、それも終わってもほとんどの方が残ってました。この熱意、あと期待もあると思います。まあ、そういう気持ちをね、やっぱり僕は忘れることなく、まあ向こうでね、やらなくちゃいけないと思いますから、本当に感謝しますし、皆さんのことはね、皆さんの気持ちというものをね、しっかり胸に秘めてプレーしたいと思います。嬉しかったのは歓声だけではなくて、例えばちびっこファンなんかが手書きでね、頑張れ松井とか55番っていうクレヨンなんかで書いたのもあった、ね、そういうファンも期待してますよ。そうですね、本当に僕は野球少年からもね、本当にたくさんの勇気をもらいましたからね、これからもそういうことはね、何一つ変わることはないと思いますから、またテレビを通じてね、いいプレーを見せたいと思います。そうですね、はい、どうでしょう、このシリーズ振り返ってみて、いろんなことが1打席で勉強になると言ってましたけども、その手応え、あと課題。そうですね、まあ、今はやっぱりもう課題というかね、やっぱり自分にとって足りない部分はたくさんあると思いますから、まあ、この8試合でね、自分なりに感じたことをね、来年に生かしていきたいというふうに今は思ってますけど、どうでしょう、ここからさらに松井秀喜という野球人は大きくなっていくと思いますけれども、その手応えと、そして期待、我々していいですね。やっぱりそういうものを見せなくちゃいけないと思うし、逆に見せなければね、痛みがないと思いますから、そのぐらい強い気持ちを持ってね、やりたいと思います。このジャイアンツの間、全部振り返ってお伺いしますけども、やっぱり一番与えてもらったもの、そういったものがどんなものでしょう。やっぱり今日のような、ね、ファンの皆様の声援、そういうものが一番僕の支えになりましたし、あとはジャイアンツという素晴らしいチーム、そして素晴らしいチームメイト、またチームの、ね、スタッフの皆さんに恵まれてね、本当に僕は幸せでしたし、感謝の気持ちでいっぱいですね。それを今度はプレーでファンの皆さんに恩返し、期待してますよ。はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。